ホームメイトカップ、15日開幕。東立田し c C 名古屋イコールパー71石川、両、29、イコールカシオイコールが14日。練習ラウンド後に取材に応じ、自身の影響を受けて、スイング改造などに取り組む女子ゴルフの渋野ひな子について語った。渋野ひな子は、今年から、バックスイングのトップの位置を低くしたり、 ウエッジを4本に増やすクラブセッティングに変更したりするなど新しいスタイルで戦っているオフに合同練習をする機会があった石川の助言を参考にしていることを明かしている石川は僕はショートアイアンの距離感の話はしましたそれで彼女の判断でウエッジを4本にしてすごく自分は個人的にはいいことだと思いますし 本当に頑張ってほしいとエールを送った。渋野ひな子は今年出場した国内4試合でトップ10入りはなく、今年の海外初戦となったメジャー大会の ANA インスピレーションでは一打足りず、決勝ラウンドに進めなかった。ANA インスピレーションをワウワウでテレビ観戦していたという石川は僕にはすごく苦しんでいるようには見えない。 ショットの内容はすごくいい感じに見えました。本人に聞いてみないとわかりませんが、あまり僕らがとやかく言うことではないのかなと思いますと話した。米ツアー本格参戦を見据えての部の日向子の取り組みを後押ししていた。思った通り、夢の国、部の日向子。初ハワイで仕上がり良好ロッテ選手権、事前情報14日、カポレージーシー。 米ハワイ州6563ヤードパー72海外メジャー ANA インスピレーションから1週間のオープンウィークを挟み今週の米国女子ツアーは南国のリゾート地に舞台を移して開催される初のハワイ上陸となる渋野ひな子が大会を放送するワウワウのインタビューでオフの過ごし方大会への意気込みを語った 思った通り、夢の国って感じですと。初めてのハワイを表現した、渋野ひな子。一週間のオフで、リゾート地を楽しみ尽くす、とまではいかなかったようで。ちょっと買い物に行くために外に出かけるとかしか、していないです。このコースで、ずっと練習をしていたので。まずは、目の前の試合に集中。お楽しみはその後にとっておく。 ANA インスピレーションでは予選落ちを喫したが、最大の課題はショートゲームと捉えている。先々週はスイングが固まってきた中でもスコアが出せなかった。かなりレベルの差を感じた。その後にグリーン周りやアプローチだったり、スイングの方もかなり練習できたので、良い調子で迎えられると思います。ベイツアー2勝目に向けて、 調整は順調のようだ。先週は松山秀樹がアジア人としてマスターズを初制覇自身も2年前の前衛チャンプとして、本当に日本人として誇りを持ちましたし、言葉では伝えられないくらいすごく大きな影響を受けた、と刺激となっている。松山を見て自分もちょっとはすごい立場なのかなと。 もう2年後ですが若干実感しました。今週はしっかり4日間戦って、悔いの残らないようなゴルフを最後までやりきりたいです。メジャーチャンプとして堂々たるプレーを、同胞の快挙に続き、日本に吉報を届けたい。次のオーディオビデオでお会いしましょう。